どうもこんにちは、しゅんじです。今日はトイザラスさんで購入しました。こちらなんか恐竜とか造形パーツがいっぱい入ったセット、ワールドアニマルコレクション恐竜、プレイバケツ、こちらを見ていきますね。ね、クリスマスも近づいたんで、こうプレゼントでね、こうお願いする方とかもいらっしゃるかなと思って、そう、この中にどんなのが入ってるのか気になってる方も多分いるかなと思って、購入しました。僕もねめっちゃ気になってるんですよこれ。ではちょっとね取り出しますね。ケースがねめちゃめちゃ大きいですからね、かなりいっぱい入ってそうですね。あ、そうだ、この蓋の部分、ここね手で持つところがあるんで、こうやってねどっか持って行ったりすることもできるようになってますね。はい、では上くるくるっと回して、いやーすごいねこれめっちゃ入ってるよはい、では取り出しますね。はい、取り出せました。中に入ってたのはこちらです。そこそこ大きな恐竜フィギュアから、あと中ぐらいのサイズに、あとちっちゃいフィギュアが入ってて、あと造形パーツ、まあちょっとだけなんですけど入ってますね。ではまずは造形パーツ、木を見ていきます。木はね2個入ってますね。ちょっと短い木と、あと長い木が、こうセットされた、造形パーツになってて、で、葉っぱですよ、これ。すごい綺麗。なんかね、ふわふわの葉になってますね。高さなんですけど、アニア・ティラノサウルスをね、この横に飾るとこんな感じで、アニア・ティラノサウルスよりも高さがあるんで、そう、アニアを使って遊ぶときなんかにね、こうセットして飾ってもいいですよね。うん、なんかいろんなフィギュアとこうセットで遊べそうですね。次はですね、大きな岩と、あとちっちゃい岩ですかね。はい、これ岩かな？これ茶色だから本当に微妙なんですけど、でも木ではないですね、これね。なんか昔これと似た商品でグレーカラーのやつね、ご紹介したことがありますけど、多分これ岩でしょうね。はい、こんな、まあ、いろんな形のね、岩、小さいのが、6個、6個入ってますね。で、あと、大きな、これもなんだろう。タケノコみたいな形になってるけど、多分岩だと思いますね、これ。はい、こんな感じでね、この一番上、なんかちっちゃいフィギュアとかね、セットして飾ったりでき、ああ、いけました、いけました。こんな感じでね、飾ることもできるようになってますね。それではね、恐竜フィギュア見ていきます。小さいのから順番に見ていきますね。まずはこちら、オレンジ色のトリケラトプスですね。3本の角があって、フリルがあって、で、口すっごい開いてる、これ。めっちゃ開いてる。で、なんか空洞ですね。で、体、皮膚のところね、この鱗状のね、ザラザラした感じになってて、いや、この皮膚の感じはよくできてると思いますね。で、皮がたるんでてね。で、短い足、後ろの尻尾ですね。あ、この真ん中のところは、ちょっと、赤色になってますね。オレンジの単色ではないですね、これね。アニア、トリケラトプスをですね、横に置くと、はい、こんな感じで。アニアよりもサイズは、小さいですね。あと、頭の形とかね、全然違う。全然違いますね。ちょっとね、可愛らしいね、形になっちゃってますよね。次、こちら、ディメトロドンかな？足細いこれ。めちゃめちゃ細いな。で、ディメトロドンもさっきのトリケラトプスと同じで口ガバッと開いてる。これなんかもうちょっと閉じてもいいと思うんだけどね。頭大きいですね。で、背中のこのね、ディメトロドン、この特徴的な帆ですよ。帆があって、この形とかはね、結構いいんですよ、本当。なんかね、ちょっとしたところの作りが、ちょっと物足りなさがあるんですよね。で、足がね、ひょろひょろ。個人的にはこの足可愛くて好きですけどね。これはすごい色の恐竜だな。青色と、これ上、紫じゃないか、茶色カラーの、スティラコサウルスですね、これ。すごいすごい。これもめちゃめちゃ口開いてる。で、このね、上のところに角があって、で、フリルの周りにね、こう突起があって、いや、この辺の形はかっこいいんだけど、やっぱりこの口がね、開きすぎですよ、これちょっとね。で、ぽっちゃりした体に短い足。あと、後ろの尻尾ね、ちょっとカーブしてるんですよ。アニア、スティラコサウルスをね、横に並べると、はい、こんな感じですかね。このね、口、ここまで開けなかったらよかったのに、ね、なんか口が閉じてたら、結構いい作りだったような気もするんですけどね。はい、前から見るとこんな感じでね。うん、ちょっとサイズはちっちゃいですね。はい、次ね、僕ね、アンキロサウルスかなって一瞬思ったんですけど、これね、ちょっと違うな。頭のところ、突起がないんですよね。これなんだろう、体はちょっとアンキロサウルスっぽい形になってて、
尻尾の先端ね、あの棍棒状の形にもなってますね。ゴビサウルスとかですかね。頭大きいな、これ。何の恐竜かちょっとこれ分かる方いらっしゃったら、ぜひ教えていただけたらなって思います。これなんだろうね、本当に分かんない。で、アンキロサウルスはこちらですね。ちょっと体大きくなってますね。で、頭ゴツゴツしてて、ね、迫力のある形になってて、で、なんだこれすっごい、ふわっとしたね、綺麗なね、突起になってますね。めっちゃ体硬そうで、足見てくださいよ。すっごいね、これ。めっちゃなんかモリモリの筋肉になってる。で、尻尾の先端がこう、ふわっとね、広がった棍棒状の形になってますね。こちらはですね、ステゴサウルスです。面白い色ですね。紫色と、あと赤カラーが、入ってて、これもね、口ガバッと開いてて、頭大きいね、ステゴサウルス。ちっちゃいはずなのに、はい、アニアステゴサウルスと比べると頭の大きさ全然違う。ただ体の大きさはアニアの方がね、大きいですね。背中の板の数がなんかめっちゃ少ないんですよ、これ。尻尾の先端にはスパイクがあります。次もね、ちょっとね、これわかんないんですよ。何の恐竜だろう、これ二足歩行。で、肉食恐竜は肉食恐竜でしょうね。で、色がね、青色で緑色の柄が入ってて、で、このね、頭のところこうね、突起があるから、カルノタウルスかな、とも思ったんだけど、ちょっと違うかなと、こう、前足も長いですね。もしかしたら、アロサウルスかもしれませんね。3本の指があって、で、がっちりした後ろ足。いやー、どっちかわかんない。違うのかもしれないけど、どっちでしょう？アロサウルスかな、これ。面白いの出てきましたよ。これは、多分ね、スピノサウルスだと思う。多分スピノサウルスだと思う。頭すっごいボリュームがあるな。いや、面白い面白い。これもね、口ガバッと開いてて。で、背中ですよ。スピノサウルスの特徴的な方があって、ここは黄色。で、体はね、オレンジ色になってますよね、ここね。で、前足3本の指があります。で、がっちりした後ろ足ですね。アニア・ジュラシック・ワールドの、スピノサウルスと比べると、はい、こんな感じ。頭の形がめちゃめちゃ面白いね。うん、かなり大きいですよね。中ぐらい最後の恐竜フィギュアがこちらで、多分これね、ティラノサウルスの、ちっちゃい版じゃないですかね。大きいのも入ってるんですけど、これ多分小さいやつだと思いますね。体の上のところがね、黒色になってて、かなり不気味な、カラーになってますよね。で、目が可愛い。つぶらな目が可愛いですね。で、口ガバッと開いてます。で、前足2本の指があって、ちょっと前足長い気もするんですけどね。で、体、背中のところ、なんだろう、なんか小さい突起がね、バーッとこう生えてるんですよ。すごいこう硬そうなね、皮膚に見えますよね。で、がっちりした後ろ足。わかりにくいと思うんですけど、筋入ってますよ。筋入ってる。はい。で、尻尾くるんとね、ちょっと曲がってますね。で、アニア、ティラノサウルスを横に置くとね、こんな感じ。アニアよりも、小さいですね、これね。では次、こちら、大きなティラノサウルスを見ていきましょう。横に並べると、さっきご紹介したやつより、かなりね、大きいですよね。はい、前から見ると幅も全然違います。そうだ、アニアともね、ちょっと比べますね。アニアを横に並べると、アニアよりも、おお、大きいですね、これ。すごいすごいすごい。色がすごいね、グレーカラーに、ちょっと黄色も入ってて、あと黒っぽい色も入ってたりしてね。なんか、不気味な色にこれもなってますね。で、頭大きいです。口開いてるんですけど、さっきまでの小さいのと中ぐらいのフィギュアと違って、口の中が結構しっかり作られてますね。下もあります、これ。紫色に塗装されている。で、このボコボコっとしたね、形なんかよくできてて、で、がっちりした体ですね。このつなぎ目がちょっと気になりますね。あと、ボンドがね、テカテカしている。で、前足2本の指があって、で、がっちりした後ろ足ですね。爪のところとか細かいペイントはされてませんね。尻尾の形はこれめっちゃいい。くねくねっと曲がってて、いやー僕好きだな、この形。めっちゃ可愛いな。で、最後ね、大きなステゴサウルスのフィギュア見ていきます。そうだ、さっきね、小さいステゴサウルスのフィギュアご紹介したんですけど、横に並べるとこんな感じで、このフィギュアと比べるとかなり大きくなってますね。アニアのステゴサウルス
を横に並べると、アニアよりも、あ、ちょっと大きい、これ、ちょっと大きいですね。綺麗な緑色ですよ。で、背中のところが、黒色になってますね。板のところとかも、もう全部真っ黒結界ですね、これね。はい。で、頭、あ、これ、頭の形いいと思う。ね、他の恐竜と比べても、ステゴサウルス一番いいんじゃないですか、これ。かっこいいですね。で、頭の後ろから、このステゴサウルスの特徴的な板が生えてて、ちょっとシワなんかもあったりしてね。はい。で、がっちりした体。お腹のところ、皮があるんですけど、あー、ここ、つなぎ目見えちゃってる。これはちょっと嫌だな。前足に後ろ足ですね。の形いいですね。爪のところとかもきっちりあって、ただ細かい塗装はね、されてないですね。で、後ろの尻尾先端スパイクがあります。サイズも大きくて形も良くてね、ステゴサウルス一番良かったかもしれません。今回ですね、中にどんなのが入ってるのかすっごい気になって購入した恐竜プレイバケツ。なんだろう、小さいフィギュアはもう全部口開いててね、可愛らしい作りにはなってまして、かっこいい作りではないですね。でも数はね、いっぱいあるから、もう本当にね、楽しめるようにはなってます。あと情景パーツも入ってますからね、セットでこう飾って、今回入ってた恐竜だけじゃなくて、アニアを使って一緒にね、遊んだりもすることができるんで、まあ、情景パーツ欲しい方とかでしたらね、いいかもしれませんね。で、さっきも言ったんですけど、この中で一番かっこいいなって思った恐竜はステゴサウルスです。また気になった方はよかったらぜひ、手に取って見てみてください。あと、クリスマスもね近くなってきたと思うんで、よかったら、プレゼントの参考にしてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。